まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。準々決勝金沢戦の振り返りお願いします。はい、前半で立ち上がりで、幸先よく点が取れて、そこからリズムを掴んで3点取れたことで、優位にゲームは進めることができたんですけど、後半のところでちょっとミスが目立ち始めて、ちょっと思う通りにプレーできなかったというのが反省です。はい、ありがとうございます。アンダー18女子と結果が残せている中で、次はいよいよ、準決勝の舞台となります。準決勝の意気込みの方お願いします。はい、他のカテゴリーはあまり気にしてはないので、自分たちが今しっかりと目の前の対戦相手とプレーする中で成長できるようになってしっかりやっていきたいと思います。はい、ありがとうございました。